ヤコブ・ブスクイエンセンは、デンマーク・デンマーク首都地域コペンハーゲン出身のサッカー選手。ドイツ・ブンデスリーガ。1、FC ・ウニオン、ベルリン所属。ポジションは GK。メディアによっては、ジェイコブ・バスクと表記されることもある。ユース時代から、地元の FC ・コペンハーゲンで過ごし、2012年にトップチームに昇格。プロ1年目の2012から13シーズンは、 リーグ優勝を経験。しかし、出場機会に恵まれず、以降は、a c ホーセンスやサンデフィヨルドフォートバルなどに、ローン移籍を繰り返すシーズンを送る。2016年1月15日、ドイツ2部リーグの1、FC ウニオンベルリンと契約。加入後は、聖 GK の座を獲得。しかし、2018年に、ラファウニキエビツが加入して、以降は、第 2GK に降格。 2018から19シーズン、チームは VFB シュトゥットガルトとの入れ替え戦を制し、初のブンデスリーガ昇格を果たしたものが、ブスク自身はリーグ戦不出場に終わり、2018から19シーズン終了後には遺跡の噂が絶えなかったものの、結局残留。初のトップリーグとなった2019から20シーズンも不出場に終わったものの、2020年4月30日に、 同シーズン限りでの儀系ビツの対談が決まり、2020から21シーズンからの SC フライブルクへの移籍が決定。ブスクは5月12日に、ウニオンベルリンとの契約延長に合意した。2015年に、チェコで開催された UEFAU-21 欧州選手権2015に U-21 のデンマーク代表として出場。政治意見を任され、 準決勝進出を果たした。ありがとうございます。